任務が終わったの？よし、あとは自由時間だよね。行こう行こう。どうしたの？親切姉さんからの連絡とか？違うけど、全く関係がないとも言い切れない。データ監視室が何か新しい情報をキャッチしたみたいなんだ。でも私の通信機が急にそういった報告を受信できるようになったのは、多分親切姉さんが設定したんじゃないかな。それってすごく保護者らしいね。でも新しい情報って？まさか。私にもよくわからない。とりあえず確認してみよう。私に任せて。記憶と時間の箱へようこそ。これから体と精神をリラックスさせてください。記憶から戻る場合は心の中で終了と黙考してください。やっぱりこの前の体験がまた蘇ったみたいだね。でも私たち何もしてないはずだよ。わからない。影の規則が桜花に染み込む過程で何か他の影響を招いたのかもしれない。もしかしたらこれは小尺の過去じゃなくて影自身の記憶っていう可能性もあるよね。ほら、強引だって彼女にもわかるくらいだ。でも要点はそこじゃない。それよりずっと大事なのは同じ過ちを繰り返さないようにすること。確かにこの前間違えて戦闘になっちゃったことを考えると、今回彼女たちに接触するときは慎重にしないと。ところで今頃彼女たちはどこにいるのかな。少尺、本当に何も覚えてないの？そんな些細なこと聞かれても困るよ。でも琥珀街はそこまで広くないし、いつか遭遇するんじゃないかな。張り切って出発！拍手？セルマ様、それって一体どういう意味？そのままの意味に決まってるでしょ。スズメちゃん、何のためにこんな場所に来たと思うの？別の貴族と商売の話し合いをするため？取るに足らない詐欺師を捕まえるため？それともこんな場所でしか言われないやつのおままごとに付き合うためとでも？はっきり言いましょう。最初の下僕を手に入れた時から私たちの目の前に生きてる人間なんていないって知ってたわ。外の噂は間違ってない。英才が広まってるせいでここはもうほぼ魑魅魍魎の世界になってる。でも住人たちの話も間違ってないわ。穏やかに見える景色の中に私利私欲による小さな騒ぎがあっただけ。なぜならもともと同じ場所に琥珀街が二つも存在してるからよ。でもそれって心霊現象ってこと？
セルマ様、ここは急いで逃げようよ。恨みを抱えて死んだら、ずっと同じ場所に残って人を傷つけるって話があるだろう。うちらもそういうことに遭遇したんじゃない？そうじゃなければここにいないわ、スズメちゃん。心霊現象はよりによって、私が琥珀貝を手中に収めようとしてる時に起きてるでしょ？もう少し、その頭を使ってみたら？そうだよね。落ち着いて。落ち着くんだ。あ、わかったよ！セルマ様こそがお化けだとか？はぁ、あ。まあ、いいわ。あまり賢くないペットにも、その面白みがあるし、あなたも見たでしょ？今までの人たちは、そもそも影でできた偽物だった。下僕に関しては。スズメちゃん、まさか私が、生まれた時から人の心を支配できるとでも思ってるの？待って！結局のところ、それも影の仕業に過ぎないのよ。ただ。なるほど。いや、そんな大事なことを教えてくれるほど、セルマ様はうちに気を許してるんだね。意外だな。考えすぎよ。そんなこと全然大事じゃないわ。人の心を支配することは影がなくてもできる。ちょっと手間がかかるけどね。そもそも人の心を支配できることこそが、あなたたちが知ってもいいと許したことよ。行きましょう。真相を確かめないとね。運が良ければ、私が許したくない部分も、見られるかもしれないわよ。はいはい。全部セルマ様の仰せのままに。もし、例の白鬼の人間が語った話が嘘じゃないとしたら。彼らのことは知ってる。商店街の人たち、治安官、全員。あ、セルマ様、あそこに生きてる人がいる。この人たちも、見覚えがある。セルマ様、彼らは怪物に噛まれたみたいだ。天才は獣のような怪物を生み出す。とはいえ、あの白家の人間が外にあんなことを告げたのに、英才を見て見ぬふりをするの、見苦しいわね。そのような力を手にしたから自我を失ったの？それとも、そもそも成功しなかった？影の力は、こういう時が一番めんどくさいわ。お父様、どうか、死なないで。みっともないぞ。今日から、お前はヌートリスクの当主だ。もろもろの事務は私たちが代わりに処理する。お前は、その姿を他人にさらすな。部屋に戻れ。くだらない。ジェームズ、アウロラ、少女みたいな、
小物の相手なら余裕だけど。私のペットなんだもの。こんなにもたくさんのことをしてくれたんだから、そろそろあなたたちにも享楽の時が来たようね。セルマ様、それは、え？分かってるわ。下がりなさい。言ったでしょ。これからは主が登場する時間よ。ほんの一部しかあなたの力を使っていないはずなのに。つまりそれがあなたの全部なの。ガラスでもそこまでもろくないわ。まあいいわ。さあ、あなたはここで待ってなさい。やっぱり私の目は正しかったわ。下僕よりもあなたはペットの方がふさわしいわね。でも、たとえペットでも。あんな力を手にした後もこの名前で呼ばれてるなら、よく聞きなさい、白球。こんな茶番を見せてくれたんだから、隠れて覗かない理由なんてないわよね。言ったでしょ。自由は山頂の薄い空気みたいなものだって。弱者が耐えられるはずがないの。ほとんどの人はそもそも自分自身をコントロールできない。だから彼らは私たちのような人に望んで権力を渡すのよ。貴族はそのために貴族になったんでしょ。先に言っておくけど、私と彼らに違いがあると思わないでちょうだい。私はね、その中でも利己主義な方なの。だから身内をかばう癖もついてるのよ。私の財産に触らないでちょうだい。わかった。その性質を考えれば、それは私本人に失礼な真似をするのと同じよ。あなたなら結果がどうなるかわかるわよね。でもこの次は、茶番の中は真面目な話をするのに向いてないわ。影でもこんなことはできないはず。ここはまだ本当の琥珀街じゃないの。取るに足らないわね。よろしい。あなたたちの忠誠受け取ったわ。あなたたちを罰する人がいたら、私が主として代わりに相手をしてあげる。でもたまに忠誠だけじゃ足りない時もあるの。
町を生き物になったの。白球、あなたは一体。あなたたちの力も、その技術も、そしてその恐怖までも、すべては私のものよ。本当に町全体を生き物にしたの？それとも現場を作るための装置か？最後まで共に踊りましょう。来なさい、まだ終わってない。これを自分の手足にするため、どうやって成し遂げたのかはさっき、今この時私にこんな手を使うべきじゃない。まだ終わってない、まだ終わってない。ひざまずきな。上演楽しみましょう。どこに行くの？もがきな。遅いわね。のがきなさい。のがきなさい。どうかしら、一緒に踊りましょう。宴が始まり。獲物を噛みちぎる癖はないみたいだけど、あなたたちの体が。踊りましょう。そこまで。どこに行くの？生き物になる度胸があるなら、私は下僕になってもらうしかないわ。元に戻ったわね。それだけなの？何の痕跡も残ってないわね。これだけの範囲の影を操るなんて、一体どうやったの？それとも、そもそも前代未聞の英才が起きただけで、あの白球とは何の関係もないのかしら。よかった、よかった。術がここにいるなら。あ、声、この近くからかしら。
前に見た狐、この犬は？その通り。消せない悪があるなら、この身で悪に取って代わろう。私が思いついた手段はこれだけだ。さらばだ、見知らぬ人よ。いつか私は死に、今日の罪を償う。しかしその前に。彼だったの？じゃあ、今まで私たちが見たことは全部、琥珀街大恐慌の一部だった？つまり、少爵も、セルマも、その場にいたってこと？それは、そうかもしれない。でもうちの様子を見ただろ？本当に何も思い出せないんだ。今回ので完全に終わったの？うん。再現の範囲はここまでみたい。時間を置いてまたやってみるしかないのかな。今度はもう少し情報を集めてからにしない？収穫が何もないわけじゃないけど、あまりにもわけがわからないし。ところで、享楽の術って楽をするのはあくまで他人で自分ってわけじゃないんだね。うん。自分の持ってる全てを彼女に捧げれば、彼女が自分の代わりに危険を背負ってくれる。道理で文字だけを見ると享楽とは何の関係もないんだね。何せ他人から何かを奪うのが先だから、重税を絞り取る貴族らしい手段だ。それに琥珀街大恐慌の結末を見届けた以上、リトストがそうした後なら、その下僕というのは結局なんて言えばいいのかな。うちもよくわからないけど、みんな無事だったんだ。それに戻った後の彼女は人の心を支配する手段の方をよく使ってたみたい。もしかしたらそれは結末じゃないのかな。ただうちが見逃しただけだとか。会場の準備ができました、当主様。お客さんたちは？皆様は控え室、つまり長老様の議事堂で休んでらっしゃいます。分かったわ。先に会場に行ってなさい。私もすぐに行くから。それともう一つ、少爵様もいらっしゃっています。当主様にお会いしたがっているようで。彼女に来てもらって、あなたの得意な紅茶を用意してちょうだい、ジェームズ。かしこまりました、当主様。セルマ様！ちょっと遅いわね。まだ数日しか経ってないのに、もうだらしなくなったの？それは、ちょっと言いにくいんだけど、セルマ様のお屋敷があまりにも立派だから、気がついたら迷子になっちゃって、それとあの控え室も、うちが思ってたのと全然違う。気に入らなかった？あれは私の自信作よ。あの老いぼれたちが大事にしてたテーブルに私のコレクションを置いた時の奴らの表情ときたら。それはなんとなく想像できるけど、でもセルマ様、あの日は一体何だったの？お化け、英才があんなにひどかったのに、もう大丈夫なの？それに、うちもわけがわからないまま送り出されたし、どういうことかもわからないうちに、セルマ様のメイドが何人も来て、うちに服を着せて、宴に参加するように言ったんだ。もういいわ。一つずつ聞きなさい。琥珀街のことは気にしなくていいわ。本当のことを言うと、私にすら関係がないの。宴のことに関しては、あなたは一番の功労者だから、お礼を言おうと思ってたのよ。お礼？あなたが長老たちと共謀したおかげで、逆に収穫があったでしょ？長老たちと並べるなんて、
うちのことを褒めてるわけじゃないよね。あ、待って、収穫があったっていうのはまさかうちのこと？本当に自分のことを高く評価してるのね。さあ行きましょう。そろそろ開幕の時間よ。勘違いしないで。お礼というのは宴に誘うことじゃなくて、すべてを見届ける栄誉を与えることよ。見届ける栄誉？あら、話すのを忘れてたわね。琥珀街よりも広い屋敷を選んでおいたわ。そして今日宴に参加するお客さんは、そこの住人の数をはるかに上回ってるの。へえ、それは立派だ。結婚式でも開催するつもり？間違ったことを口にしちゃった。うちが悪かったよ。セルマ様の意図を当てるのはすごく難しい。だったら当てなくてもいいわ。行きましょう。驚くほどの規模の怪物を作る趣味はないわ。あまりにもセンスがないもの。でも、あの謎めいた白家の人間を見つけたの。彼からのお詫びは、面白いことに使うのにぴったりよ。出発！Thank you.